はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。ポコペン様、ナオ様、チビネコ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎の裁判費用に充てたいと思います。今朝までの石川県の被害状況であります。死者161人、安否不明者103人、250何人っていうのからだいぶ減りましたね。重軽傷者、怪我人565人、建築物、建物被害1401件、少なくとも、輪島市の朝市通りで大規模火災により200件が焼失、少なくとも、輪島市全域となる1万件で断水継続、7800件で停電継続、160箇所の避難所で、1万2000人が避難中、輪島市だけで、輪島市の次に被害が大きかった珠洲市では6800人が避難中、これだけで2万人近いですね。4800件が断水、6800件が停電、津波により120ヘクタールが浸水。ということは1キロ四方、1キロかける 1.2 キロぐらいの広さでしょうか。七尾市2万1500件が断水と。亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。安否不明者の救出とご無事を願っております。家が無事でもですね、断水と停電してたら、避難所に行かざるを得ない。断水してるとトイレ使えなくなっちゃう、ですね。あとは停電してると寒いっていう、ファンヒーターなんかも、石油ファンヒーターなんかも電気ないと動かないしね。あと夜真っ暗になっちゃう。夕方から夜真っ暗になっちゃって、まあ、懐中電灯もあればいいですけれども、あと寒いっていう。なかなかね、家が無事でも停電と断水続いてたら、避難所に行かざるを得ないっていう感じであります。私も東日本、震災で何日ぐらい ?1 週間弱、停電と断水。私の場合は家は無事で、たまたま近所に井戸あったんですよ。井戸。停電はね、なんとかなった。あったかい時期だったんで、暖房も、冷房もいらない時期で助かった。明かりは、ろうそくとか、で、間に合わしました。まあ、運が良かった方というのかな。私んちはね。なかなか、大変。停電と断水なかなか復旧しませんね。もう一週間経ちましたでしょ。一週間経ったら、いわき市は、水と電気、復旧してました。やっぱり道路が、ないからですかね。激甚災害指定で変わるのは、国庫による事後の被害補償額で、災害中はあんまり関係ないんだって。岸田政権が気に入らなくて、坊主にけら、今朝まで憎い状態になってしまいました。嫌われる才能あるんだなぁ、ということで。まあ、遅いって、激甚である。震度7の時点で、激甚じゃねえか、いう話なんですけど、これは事後の補償額が桁違いなんだって、激甚災害に指定されると、何でもかんでも国から、お金出るみたいな状態になるそうで、災害中はあんまし関係がない。だからゆっくり指定すればいい、いうものだそうであります。清和会池田義孝衆議院議員逮捕。逮捕前にディスクごとデータ破壊したって、つまりディスクを破壊、ドリル小渕ですね。それを知った特捜部、証拠隠滅を続ける恐れがあるっていうことで、逮捕に踏み切った模様であります。世論です。ドリル池田、来たー。隠滅したらすぐ捕まる。破壊したやつ、残しててバレたの？破壊がどうしてバレたのってことですか？こんなトカゲの尻尾で、終わらせんなよ。自白してて草と。破壊したということは、自ら黒だと証明したようなもの。まあ、後ろめたくなけりゃ、調べられても困んねえんだったら、破壊しないもんね。そりゃあんだけ強制捜査の予告しまくったら、ドリルするでしょ。今でしょ、みたいな。裁判が始まるまでは保釈もされないだろう。池田議員は、清和会ナンバー2の裏金金額だったそうで、その額は5年間で5000万円と見られている。
で、悪質って判断される、立件されるみたい、あの方針だったんだけど、そういう意味で破壊したのがバレちゃったから、これはもっと破壊するに違いない、ほっといたらつって破壊させないように逮捕と、家宅捜索するぞって予告してたら、まあ破壊するわな、後ろめたけどな。問題はなぜ破壊がバレたかと、小沢一郎事務所はですね、事務仕事を燃やしてました事務仕事を燃やしてました、不審火で事務所を燃えて、パソコンから何からダメっていう、そこまでやる勇気なかったのかな、現職だからね、現職だからどうせ逮捕まで行く前って舐めてたのかなーって、5年間で4000万円、池田に次ぐ裏金額と見られる清和会の、大野安忠参議64歳と谷川弥一衆議82歳も立件するそうであります。特捜の方針ね、二人は容疑を認めているという、世論です。普通なら国民がぶち切れていいんだが、小物ばっかり外堀を埋めてるとこだと信じたい。金額の高で立件を決めるな、どんな小さい金額でも立件しろって話ですね。もう自民党は自信なんかかまってられない状態だね。頭悪いから捕まるんですね。谷川記者に詰められて、君は頭が悪いかなんか言っちゃったんですね。記事を読むとどうやらですね、逮捕済みの池田議員の芋づる式みたいなんですよ。時期違いで秘書が同じなんだって。秘書がせっせと裏金作りを指南したんですかね。谷川議員82歳はもう引退してもいい年だが、64歳の大野議員は5年間の公民権停止は痛いんじゃないかな。谷川議員ですね、71歳まで土建屋さんの会長だったみたい。谷川建設会長という肩書き、土建屋上がりが金の力で自民党の比例上位を買ったんでしょうかね。この辺りも全くの昭和の自民っぽいよな。どんどん逮捕されて全容が解明されるといいと思います。1月5日午後、岸田総理、経済3団体と連合と時事通信が主催した新年会をはしごしてしまい、新年を祝ってる場合か、非難午後。さすが自然に反感を身にまとう、男岸田だなーって、世論です。新年会などしてる場合か、普通自体だろ。この人は時局が読めない。代理に挨拶文だけ預けて欠席しとけよ。新年会じゃなくて餓死交換会だそうだ。こんな時におめでとうおめでとうってどうなのっていう話。連合時事通信は違うかもしれないですけど、経済界の新年会ではですね、企業さんたちに地震の支援、お願いしてたそうです。山崎パンやユニチャーム、まあ生理用品ですね、日清食品が物資輸送開始6日、代金は政府が後払いっていうスキームをですね、6日から開始したんだって。全然関係がないかもしれないけれども、総理の新年会が5日で、総理がその場でそういう風にしたのではと推測が飛び交っておりました。だがしかし、経済界の新年会には13分しかいなかったそうで、込み入った話は無理だわな。事前に連絡してて、現地で、じゃあそういうことでって、確約したのか。でなら13分でも可能ですね。この場合は総理が優秀なんじゃなくて、事前の取り決めが優秀なのかな。豊島区にもですね、危機管理ということで、こうなったらこう、こうなったらこうするを事前に規則にしてました。危機管理課長は元自衛隊員の方と警察畑の方でした。元警察署長の方とか、あと自衛隊の OB さんがトップで来てた。1年か2年ごとに交代してた。今日のその他のニュース、自民党裏金っていうか、脱税問題に無所属の実力者、菅前総理、もう派閥なんかなくしてしまえと苦言。菅さんほどの実力者ならいいっすけど、派閥の力借りないと当選できない、情けないやつも多いっていうことでしょうね。仮に今ある派閥を全部解体しても弱い者同士が集まって自然にまた出来上がっちゃうんじゃねえのかなと、思います。 TBS 調査、地震の政府対応は迅速だったか、そう思う 57%、 そう思わない 32%、 思ったより評価が高くて、パヨ涙目、まあ政府というよりか
自衛隊さんの動きが早かったですからね。パヨさんたちはですね、パヨさんたちの世界で生きててほしいですね。やっぱり政府はダメだという世界、それが決まっている世界、こっちの浮世にシャシャリ出ないでほしいですね。1000人、2000人、4600人、5400人と徐々に増えた自衛隊派遣に立憲などの野党が戦力の逐次投入が小出しがと批判、毎日新聞、増援が困難な理由という記事を出し、野党のはしごを外してしまいました。あらら、山多く、険しい海岸線多く、七尾市から北への道路は一本しか確保されていない。だから増援が難しい、だそうで、自衛隊の福岡部隊が船にですね、簡易ブロセットを積んで能登半島入り、浅瀬が出現してですね、大型船が着岸できなくなっている問題は大型ホバークラフトが解決したみたいであります。沖合でホバーに積み込むんですかね、積み替えするんですかね。夜中1時に観光庁オークションで、払い下げ消防車を入札、落札してしまった33歳の会社員さん、普段は自家用車としてですね使っていましたが、能登地震の法人ボランティアで消防車で参加してですね、給水車として無双してしまいました。活躍できました。落札した時は奥さんが激怒して大変だったみたいになります。消防車、まあ何が役に立つかわからないですね。活躍できて、よかった、よかった。辻精神練馬区議、共産党が実施する募金はその活動資金になる可能性もあります、と投稿しまして、その3日後の練馬区賀市交換会、まあ新年会ですね、共産党区議と都議に囲まれ、共産党舐めたら怖いぞ、ぶち丸すぞと脅されました。だってこれ脅迫じゃねえのかな。被害届出したら、まあ録音とかないと無理か。だから公安監視対象になってんですよね。共産党を政党として見ない方がいいと思うんですね、私ね。その法律を守らない精神は暴力団とか山賊団の方が実態に近いと思うんですよ、共産党は。パヨ界の小物の中では大物のラサール石、パヨール石という別名もありますね。山本太郎叩きの大号令がどこからか出ているな。被害妄想を募らせてしまいました。俺が出した。わしじゃよわし。自民議員が被災地カレー食ったら袋叩きしてたくせに。自分も命令で動いてるから他人もそうだと思うんだろう。どっからか山本太郎擁護の大号令が出てるだろう。など、大好評を博しました。まあ、自分らがそうだから、相手もそうだ、思うのは、世の常ですね。心理学で投射って言います、そういうの。自分もやってっから、あいつも泥棒に してるに違いないみたいな。そういうのね。というわけで、地震の被害者のなるべく少ないことを願いつつ、デトックスジャパン。